はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけでただいま5月8日、サカツクのアップデートが済んでおります。はい、今回は SWCC が中心になってきそうですね。ただ何かあるみたいですね、予告。じゃあ一個ずつ見ていきましょうかね。 SWCC 競合クラブに挑もう、 SWCC カップ開催というわけで、これ予告だからだいぶ、あと5月15、来週の水曜日からですね、SWCC が終わった後は、SWCC に、で、活躍したチームと戦えるみたいな、そういう感じになったんですね。これはいいですね、結構ね。で、決勝トーナメントに行ったら、みんなが自分と試合してくれるわけだ。面白そうだね、それはね。まあ、幻滅しちゃう可能性もあるけどね。今最高っていくら ?17 とかある ?17 万とかだっけ?すごいだろうね。で、今回からですね、前になんか生放送かなんかで言われてた応援機能がスタート。誰かね、優勝する人をみんなで応援して、さらにそれで本当に優勝した場合は、GB3000 がもらえると。これはなんか、いいですけどね。なんかその人気投票の勝敗が 逆にね、この数値だけじゃないっていうところをね、なんか多分見せてくれるんじゃないでしょうかね。サカツクのことですからね、これはね、数値関係ないんだ実は。いや本当だ、応援するっていうボタンが増えるんですね今後は。まあ決勝トーナメントになんかね行くことはないでしょうからね、応援したいと思いますよ。あ、でも、総応援人数ってやっぱり出ちゃうんだ。あんまりそういうの出てほしくなかったな。はい、というわけで、なんか、応援機能が追加されたようですね。はい、次。まあ、SWCC のルール自体は変わってないよね。変わったのは、ゴールドトロフィーと交換できる選手として、新たにガンジャ。ブラジルのガンジャが入りましたね。確か、ペレが優勝した時の次の大会で、出てきたんですよね。ペレがね、みんなから、めちゃめちゃファールをもらって怪我しちゃうんですよね、ペレが。だから、ああ、もうブラジルの優勝はないやーって誰もが思った中、このガンジャこと、ガリンシャですよね。ガリンシャが颯爽と現れて優勝したっていう、そういうやつじゃなかったでしたっけ?優勝してないんだっけ?優勝したよね、確かね。確かそんなんだったと思います。ガリンシャのシュートは2度曲がるみたいなね。だからそんな名言があったようななかったような。はい、次。これぐらい昔の選手はゴールドトロフィーになるんだね。はい、じゃあ次、ちょっと星さんのをもらったところでって感じですけど、星さんのデルピエロはログインボーナスでもらえるそうです。さらに、合計 700GB もログインボーナスでもらえるそうです。なるほど。まあでも皆さんもね、こういうのを毎日ちゃんとね、ログインして、コツコツ貯めて、100連みたいなのをやりましょうよ。ね、こっからまた、GB 貯めるので、一体いくつまで GB って貯まるんですかね。またやってみましょう。で、今回の、一番の目玉ですね。アレッサンドロ・デル・ピエロ。来ましたよ。なんか言われてたんですよね。もうね。というわけで、ああ、でもいいなぁ。やっぱちゃんと実名で出てるってのはいいなぁ。で、しかも見てくださいよ。プレイスタイルのところ、デルピエロゾーンじゃないですか。ってことはやっぱり光プレイでデルピエロゾーンが絶対あると思うんですよね。まあ、単純に言うと左エリア、45度の角度から、シュートを打つんですけど、ゴール右上に、こう、キーパーを避けるようにこう巻いて入ってくる。そういうシュートですよね。あれはもう打たれた時点でもうキーパー取れないじゃんっていうような、そんなシュートをこの人はガンガン決めてきたんです。で、まあ若干同じ角度を得意としてるんですが、アンリの場合はコロコロなんですね。同じです。巻いて入るシュートなんですけど、コロコロなんです、アンリの方は。まあね、両方を紹介させていただいて、いつか出るアンリのために。もしここがね、ティエリー・アンリになっている場合、ね、マグは全力で引きに行きたいと思います。
他にはやっぱりイタリア縛りになってるかな。デロッソがなんかすごいんだって。なんかあるんだよね。で、他にはボナベントゥーラ選手、ダルミアン、急に最近になっちゃうんだね。アンドレア・バルザーリ。というわけで、デル・ピエロなんだったら、なんかその時代の、なんかね、ユベントスとかにしていただいてもよかったんじゃないでしょうかなんて言っちゃったりなんかして。というわけで、ただデル・ピエロ好きは多いでしょうから、これはちょっとガチャ回す人多くなるんじゃないですかね。トリックスターのセンターフォワードなんで、サカツク的にもね、あまりそういうのはいないはずなんで、もしかしたらね、デルピエロのための戦術があるかもしれないですね。マグがあまり興味がないから、CF トリックスターを調べてないですけど、もしかしたらあるかもしれない。さらに、特別、令和元年記念、特別ログインボーナスキャンペーンもあるそうですが、何ですか、これは。今日からですね。あれ、ほぼ1ヶ月に、今月ずっと、覚醒コーチくれんの？ああ、なんかレベル1とかなのか。なんかすごい数くれますね。150とか、なんか異様な感じになってるけど。というふうに、なんですかね、スキルがいっぱいもらえるようです。はい。まあね、毎日ログインするのは当然ですからね。今回の、お知らせは、こんな感じです。まあ、マグとしては、別に、何ら起きなかったということで で、今回ね、ツアーとかレジェンドマッチとかばっかり、ちょっとだいぶ続いたので、何気にこの曜日マッチの選手って一人も取ってないんですよね。なので、ここら辺、ミルデブラント、ハンジョンアン、オルフコ、マルニシェ、クレアスは今週ね、回して1体は取っておきたいなと思います。はい、じゃあ一旦カット。はい、というわけでね、今回の SWCC はおそらくこの、アスルグラーナ祭りになってしまう可能性が非常に高いですよね。なので、これ対策みたいなことをね、多分ポゼッションの方でしてくるかもしれないですよね。レイ・パリジャンにするのか、意外とブルーインパクトがまた流行るのか、なんでゴッツーとか出てないんだ。ね、まあなんかそういうのがいろいろあるかもしれないですね。で、やっぱり気になるのはこちら。はい、メッシでございます。メッシ、無凸で7300なんですけど、こちらを、いろいろね、マグはこうしましたって感じです。クロスとトラップにしました。で、つけたのはトラップマスターとアンタッチャブル。野生の嗅覚はここに入ってる。で、さらにゴールハンターもあると。なので、ちょっとスキルを分散させて何かに特化する戦術ではないようなメッシにしました。はい、じゃあ今回 SWCC があるので、マグが今できる現状は4凸までしかできないので、4凸しちゃいましょう。本当は500のを取って1ヶ月待った方がいいんでしょうけど、4凸でも十分強いと思うし。で、こっからはゴールドコインをね、集める作業をこれからやっていかなきゃいけないので、多分5凸になるのはもう1ヶ月以上先なんじゃないかな。まあしょうがないよね。俺も何しようとしたんだっけ。あ、コイン、あ、そうそう、俺コインで交換したことないんですよね。今ね、ちょうど600なので、つまりこの1段階目と2段階目は交換できます、600で。で、旧メッシとアイテムで4凸まではいけるのでやりましょう。ただ俺、あんまりここのページ来なかったんだけど、同コイン5000で 100？ ってことは200はいけそうだな。ってことはあと300。6体。6体かな？ 6 体の星5を売れば、いけるんですね。
デンベレ、デンベレ、あれ、売っちゃう？あれ、使わないから売っちゃう？どうしようかな、なんか、そういう手もあるよね。まあいいや。じゃあ、まずは1段階目の1を1個交換。初めて交換しますね。凸には、こう、あまり。2段階目でね。2段階目も買います。はい。というわけで、じゃあやっていきましょう。これ、ここにあるのかな？大丈夫か。はい。じゃあ、というわけで、取ったので、じゃあ、メッシを4凸までやっていきたいと思います。メッシ4凸で、マグは少しでも強くなれるのでしょうか。じゃあ、行きます。限界突破。まずはアイテム、危ねえな、これ。アイテム使わないのは危ないよね、これ。これは右のでいいんだよね。これってことだよね。1段階目の限界突破に使用する練習メニュー。OK。行きます。ドーン。はい、1凸。できればね、この間の90連でね、もう1体引いて、5凸、ここで見せたかったな。で、7345から、300増えますね。はい、課金。7667と。はいはい、じゃあ次々行きましょうね。限界突破。アイテム。こちら。今度は2段階目ね。はい、行ってください。課金。で、2凸目は7667から。おー、8000まで行きましたよー。いいですね、いいですね。はい、じゃあ次、続々と行きますよ。で、今度は旧メッシ。ちょっとね、ここまで育ててきたんですけど、ちょっと最後に、旧メッシのお姿を、ちゃんとね、拝見して、ね、もう、二度と会うことのない、旧メッシ、出させていただきますよ。6200しかないんだね。旧メッシ。これでも俺ずっと使ってきたんだよ。弾丸シュート、ウィンガードリブル、コントロールパス、テクニカルトラップ。なんか前回とあんまり変わらない。ねえ、ドリブルマスターに野生の嗅覚もつけてあげて、何試合出たの ?449 試合、283ゴール。いやー、すごい記録じゃないですか、リオネル・メッシ。タイトルなしなの。では、3凸目に旧メッシ、使わせていただきます。神の申し子。限界突破します。3凸目。ありがとうございます。彼はもう、金髪メッシはもういなくなってしまった。もったいないのかな、これって。どうなんだろう。お金がなくなりそうだね。8491、9000ぐらいまではいくのかな。確か全部では1万いくんだよね。はい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 。いきますよ。4凸目。今度はアイテムを使いたいと思います。こちら。これは100連で手に入れたアイテムですね。OK。OK。課金！これで4凸目です。これでも、ね、やっぱ強いですよ、絶対。絶対強い。うわー、9000まで行きました。あ、でも俺はビブスねえんじゃねえか。はい、ありがとうございます。ビブスがなかったですね。黒ビブスがあと1。3、3必要。いや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 、3、6000か。ねえだろうな、アリーナリング6000。ないんだな。ほんと、そういうとこだぞ。まったく、そういうところ。ほんと、いい加減なんだからね。まあ、しょうがない。でも、これでね、満タンではないですけれども、言っときましょう。ドリブル A。こちら。
まああとはねアリーナもやってせめてね4凸マックスで SWCC の方に挑戦させていただきます。というわけで、現状マグは9311までいきました。いや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 、これでどうなのよ、これでどうなのよ、これでアスルグラーナはどうなるのよ。114000。あ、なんかコバチッチが出てる。ちょっと待ってね、またほらそういうところをねちゃんとやらないから、ほらちゃんと今現時点で一番強いのはエジルさん。あ、サイドアタックだね。エジルサイドアタックなの。あ、じゃあエジルも起用が可能、ちょっと嬉しい。これが、11万6000ですね。これでやっていきたいと思います。よし、これ強いでしょう、大丈夫でしょう。これさすがのマグだって50試合はやらせてもらえるでしょう。ねえ、本当に。よし、じゃあちょっと一旦カットします。はい、というわけで今回はちょっと今回の趣旨とはだいぶちょっと離れてるんですけど、WCC マスターっていう、4年に1回ワールドカップがあるじゃないですか。ね、で、あ、4年の間に、2年間、ワールドカップの予選、ワールドカップ。そしてその次が WCC の予選、WCC の決勝っていう風に、4年周期で回ってるものがあったんですけど、今までは WCC は、まあ、本当邪魔な存在だったんですけども、今回からこの WCC マスターになってるんですね。で、実は、2回ほどお伝えするチャンスがあったんですが、こうやって、録画して負けてるんです。というわけでですね、3度目の正直、なぜか勝てないんですよね、決勝で。あ、ちょっとカウンターになっちゃうのか。それだったら、無理やりこれでやるか。というわけで、じゃあ試合を見たいと思います。アスルグラーナを皆さんにご覧に入れたいのでね。さあ、どうなんでしょうかね。で、過去にね、こうやって撮ってたって言ったやつがあったんですけども、撮ってたやつはですね、開始10分そこらでごっつーぞが退場するというね。もうフォメコンは崩れるわ、もうほんとひどい話でね。ね、まあある意味動画的には面白かったんだから載せりゃよかったかね。はい、コントロールクロスからラカゼット、ありがとうございます。はい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 、我がチームの中で急に、早くない？ちょっと待って、我がチームで急にラカゼットの株が上がったって言いたかったところなのに。こんなんあるかな。はい、オッケー、守れるというね。そうですね、今まで出たね、ラカゼットさんってほとんど試合に出てなかったんですね。まあ、アーセナルなんで、マグがね、まあ好きだからたまにメルテンスに変えて使ってたりはしてたんだけど、おー、優しいシュート、ラカゼット。そういうシュートをアーセナルでも決めなさいっていうの、本当に。何をやってんの？これね、思いっきり蹴っちゃうんですよね、この人ね。おっと、メッシの PK。さあ、今回の SWCC はこの、メッシのムカつくパフォーマンスが、あちこちで見られることになるでしょう。ねえ、もうメッシのパフォーマンス合戦ですよ、もうこれ多分、今回ね。そっからの、手法。ねえ、もううっかりバルサ化してきちゃってますね、我がチームがね。なんかラカゼットがね、なんか100億で、バルセロナに移籍するんじゃないかなんていう話がちょっとね、ちらほら出てるんですけれども、そうなるとまさにこのチーム、完全にバルセロナになっちゃいますよね。本当に、いかんいかん。ただ100億かって考えちゃうよね。いかん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 。いや、まあ、アーセナルファンは今、どういうふうにこれを思ったらいいんだろうね、本当に。手法ということで、ああ、なんだよ、もう最初からこれぐらい勝ってよ。まあでもメッシ以降ですよね、こういう強さになったのはね。というわけで、初優勝 WCC マスター、ありがとうございます。多分星5確定チケットがもらえるはずなんですけど、今回は引きません。よく言われる通り、特攻と呼ばれるレジェンドのボーナス選手を取りたいので、
ここでは引かないことにします。ほんと前回2回引いちゃったのよ。はい、というわけで初優勝。というわけで優勝ですよ、優勝。ねえ、本当に。あ、クロビブスもらえんだ。知らねえでやんの。あれ？っていうことはメッシいけるな。あー、しかもなんか上級の留学ももらえていいですね。今回はもう WCC なんか、あー来ました、初優勝の称号 WCC マスター王者もらいましたよ。あ、ほら、そうですよね、 WCC マスターで優勝すると星5確定チケットがもらえます。もらっときましょう、もらっときましょう。ねえ、こういうのもコツコツ貯めていきましょうね。50ですけど貯めていきましょう。あ、初回優勝報酬で 4つももらえてる。そうなんだ、まあ全て受け取ってもいいんだけど。そうかそうか、じゃあメッシ、メッシ、じゃあメッシがこれで、4凸ではございますが、一応完成形をお見せできましたね。よかったよかった。先に WCC やればよかったかね。というわけで、これで、完璧メッシになるわけだ。完璧じゃないですね、まだね。4凸の中ではです。9451まで行きました。これで SWCC やっていきたいと思います。もう、今日からやれんだっけ？あ、あと9試合って出てる。ああ、じゃあ、やりましょう、やりましょう。じゃあ、一旦カットしまーす。じゃあ、ついでなので、今回の、マグのチーム状況をお知らせしておきます。まずカウンターはスリリング3。ただ、今回はちょっとね、サイドの戦術しか使わないかもしれません。現在、スリリング3が9万8000ですね。メンバーはこんな感じ。ただね、ちょっとご覧になってわかると思いますけど、右サイドクコマルティナとかね、この辺にちょっと陰りが見えますよね。星4進化系がまだ出てるっていうのがね。で、アスルグラーナがこういう感じなんですけど、結局このアスルグラーナは、完全に全員ね、ちゃんとした星5の選手が入ってるってだけでもやっぱり強いですよね。やっぱ進化系が出てないっていうのだけでも。で、ポゼッションレパリジャン。こちらも、つい先ほどまで、トップ下がシグルズソンだったので、今コバチッチになってますけど、基本的には五凸ディザンがこのポジションを奪います。今から入れてもいいのか、今から入れちゃおう。なんでコバチッチ、あ、そうか、経験積ませようと思ってたのか。じゃあディザンに変えちゃいましょうね。まだね、ディザンは五凸されてないので、されたら確実にここはディザンのポジションになるでしょう。で、左サイドバックのルーク・ショーは星4進化系なので、やっぱりここもまだ、盛り上がる場所ですよ。なんつったらいいの？で、最後がバルデア・マレーラなんですけど、こちらもですね、左サイドバック、パトリス・エブラは星4進化なのでね、やっぱりどこでも、そういう星4進化がね、邪魔してっていうか、助けられてるんですけれど、のがあるんですけど、全員星5を引いてるのはここなんですよね。やっぱりね、アスルグラーナ。やっぱりここになっちゃいますよね。まあ、引いてないゴッツーズやテフォーは、クルーマンも、レジェンドですけど、レジェンドマッチですけど。まあ、これでやっていきたいと思います。基本的には、サイドのアスルグラーナでやっていきましょうかね。戦術じゃんけんではやらない方がいいよね。やっぱりアスルグラーナ対決になるよな、絶対。あ、でもメッシさんいらっしゃらない状態でも頑張ってらっしゃいますね。なんか申し訳ない気分になりますけれど、大丈夫大丈夫、このゲームはね、必ず報われるから。まあ、マグのメンバーを見てね、課金勢とは思わないでしょうけれども、さあ一体プラチナではどんな地獄が待ってたんでしょうね。今考えてみると、これゴールドですね。
なのでね、まあ、50試合まで行くのはもう確定としても、あれ あれちょっと久しぶりにちょっとね、SWCC の方も試合を見させていただきましょう。おーい。おっと、エジルさん、いいパス。それを本当にラカゼットに通して、頼んます、本当に。ねえ、本当に、そういうスルーパスを出してもいい戦術にしませんか、エメリさん。ねえ、本当に。まあね、1年間、まず、ちょっとね、今回のアーセナルでちょっと指揮を取ってみて、あおーい、ラカゼット。ねえ、それで、ちょっとね、判断を下したいところですけれども。ね、まあね、アーセナルファンにもいろいろいると思いますけれども。マグはね、結果より内容派なんでね。はい、ありがとうございます、テホー。やっぱりね、エジルさんが輝かないんだよね、あの戦術じゃね。というわけでね、ちょっと愚痴っぽくなりましたけども、開幕2対0で勝利ということでね。ね、もう巷ではあれですか、バルセロナ対リバプールで盛り上がってるんじゃないんですか、本当はね。私が盛り上がってるのは今はね、全然そっちじゃないんですよ。本当にね、まさかね、4試合勝ち、勝ち、3敗1分けでプレミアリーグを こなすとは思わなかったから。ね、本当に。CL の優勝よりもアーセナルの4位以内 を注目してたわけですから。じゃあ次行きましょう。ね、サカツクの話全然してないということでね。あ、来ましたね。やっぱりね、この、何ですか？アスルグラーナを潰しに来るってのは確実にあると思うんでね。これをバルデアマレーラで対抗するってのはどうでしょう？どうでしょう？まあ、これやってみますか。ちょっとね、戦術じゃんけんでいきましょうかね。で、ちょっとね、嬉しいのが、前回マグがやった SWCC では、あの、アスルグラーナじゃねえ、なんだっけ。バルデアマレーラ地獄にね、どっぷり使っちゃったんでね。ほんとね、バルデアマレーラが硬くってなかなかね、点取れなくってね、勝てなかったんですよね、ほとんどね。引き分け地獄になっちゃって。だからこの、レ・パリジャンをアスルグル、あの、なんだかごっちゃになってますね、先日。レ・パリジャンをバルデアマレーラで、潰せるんじゃないかと期待してるんですけど、どうです？ここまでやっぱり引き分け地獄の様相ですけど。あ、イメッシがそれを切り崩す。さあ、そしてムカつく。さあ、ムカつくパフォーマンス来ましたよ、メッシ。これでもう引き分けるわけだ。終わるわけだ。開幕2連勝させていただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ、こっから先は。また、カットして結果だけお伝えしたいと思います。ちょっとは光プレイを撮るために見てたの一個も光らないの。はい、じゃあカット。はい、というわけでこれで全試合終わりました。はい、というわけで7勝2敗というわけでですね、予選突破はもう確実と言っていいでしょうね、これはね。あ、今現時点で首位となりました、7勝2敗。マグマグマグロン横浜、今のところ1位でございます。得点もやっぱ24得点ということで、結構上回りましたね。で、マグの数値よりも上のチームがなかったので、本来は全勝しなきゃいけなかったかな。ただやっぱりバルデアマレーラの、に、結局やられちゃいましたね。はい、というわけで、一次予選はこんな感じです。また、次回、二次予選、そして50試合、50試合いけるでしょう。いけるでしょう。ね。というわけで、50試合、の模様を次回お送りしたいと思います。で、ここで、いつもの締めの言葉を入れたいんですけど、結構、この何日間か前にね、やった、ディザン2突目の動画が、あるので、そちらも最後に足したいと思います。はい、じゃあ、カット。はい、というわけでね、今回はどこの動画に差し込まれるかはわからないんですが、フランス代表やっていきたいと思います。リザン2突目ですかね。なので、お、相手はですね、スペインなんですね。どうなんです？
先日じゃんけんが結構ねバッチリハマってるんで、これは勝てそうですね。4万2000の7万8000ですからね、これは勝たなきゃいけませんよね。もう点取りに行け。じゃあダイジェストで、ラカゼットさん地獄でも お伝えしましょうかね。このチームはね、ほとんどラカゼットがいっぱい点取るチームになってるんでね。さあ、ワールドカップの決勝をやっていきたいと思います。決勝はスペイン。やっぱね、マグにとってね、やっぱ苦手ドイツではないっていうのはね、結構いいんじゃないですかね。できれば光プレイも、おや、光プレイもお願いしますよ。おやおや、ラカゼット、ラカゼット、あれ、エブラかーい。ちょっとそこはね、早くちゃんとまずね、先制点ないと心配でしょうがないんだ。はい、ディザーン。ディザーンをね、ごとつしたいんですよ、ディザーン。はい、いや、いいですね。そして、ラカゼット。ね、この調子でラカゼットもね、まだあと残り何試合かなんですけれども、ぜひアーセナルの方でも、おっと、こんなシュート決めちゃうんですか。はい、ラカゼット、ジャンピングボレー。まあね、ラカゼットはね、結構キーパーと1対1でもね、思いっきり蹴っ飛ばすタイプなんでね。ね、シュートインパクトはかなりいいんですけど。はい、オッケー、デンベレイ、デンベレイじゃない、ベンゼマン。あれ、なんか、特殊パフォーマンスですか、これ。なんかね、しれっと増えてってますよね、こういうのがね。おい、もう大量得点、マトゥイディ。マトゥイディも自チームから取った星5なんですけど、なんか連続ですね。なかなかね。おっと、キラーパス、ディザンのキラーパス。からの。おっと、デフェア。はい、ダメでしたね。はい、そしてこれが、おそらく特殊パフォ。はい。ああ、終わらせない、終わらせない。最後も、ベンゼマー、そして特殊パフォ。いいね、この流れ。ああ、もう06じゃないですか。もう余裕じゃ、あ、まだ行きます？もうスペイン涙目。あと、イニエスタが、イニエスタが、神戸でも大変なイニエスタが。ラカゼット。あ、なんかラカゼット、そんなことします？ラカゼットって。しませんね。これは、通常パフォーマンスですね。初期の坂津くんの時にはね、よく見たパフォーマンス。はい、というわけで、優勝させていただきました。前回もね、こういう感じのスペインで、一回逃してるんでね。やっぱこれぐらいの実力差ですよ、本当はね。はい、ありがとうございました。ラカゼット 10.0。それぐらい点取ってほしいですね、アーセナルでも。本当に。思いっきり切っちゃうんだよな。シュートブロックにね、バチコーンとぶつけちゃうんだよね。はい、というわけで優勝。さあ、D さん。報酬に入ってますね。はい、じゃあもうあとはスキップ。はい、というわけでね、これがどうなんでしょうね。多分動画の最後に足される感じになると思うんで。ああ、そうか、受け取らないとね。動画の最後に足されていると思います。星さんの選手をね、ちょっとこのプレゼントボックス中に入れっぱなしにしてるんでね、そこら辺はなるべく取らないようにしないと、取るともったいないんでね、クラブハウスを圧迫するんでね。ディザンだけ受け取る。はい、というわけでね、これでディザン2突目になるんですかね。はい、限界突破。はい、ディザン。今のディザンの数値から考えると、どれぐらい ?200 ぐらいしかまだ上がらないんだよね、この時ってね。はい、2突目。司令塔はね、この間星5引いちゃったんだけどね。まあ、しょうがないですね。ディザンの方が多分上回るでしょう。というわけで、2突目ディザンなんですが、一括強化。はい、5840。これじゃまだ勝てないよね。ちょっと見てみますか。シグルズソンが今、司令塔系のトップ下は、1周年経ってもずっとシグルズソンなんですけど、あ、
とうとうディザンになっちゃいましたね。これはこれはディザンが上回りましたね。5628。というわけでシグルズソン1年間長らく使わせていただきましたけれども、これでようやっとお役御免ということになりましたね。5628でしょね。ほら5800になっちゃいましたね。はい、というわけでディザンにポジションを奪われてください。まあ、こういう感じになるのかな。ただフランスの選手っていうのがね、マグはあんまり持ってないんでね、このメンバーでいうとフランスの栄光が効果があるのはカンテとラカゼットですか。まあ、ポジション違えばもしかしたらマトゥイディとかなんならね、あのバランが出れるだろうから。あ、この方面で言ったらバランじゃなくリバリだったわ、残念。まあ、9000のクルーマンを外すわけにはいかないからね。まあこんな感じでしょう。はい、じゃあ多分動画の最後に足されていると想定して締めさせていただきます。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい、ディザンゴとツワ一体いつまでかかるのか、5月中には終わりたいですねー。